どうも、構図です。今回ですけども、アルビレックス新潟、松橋力蔵監督、アルビ史上最高監督なのではないだろうかというふうなテーマでちょっと動画撮っていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。目次です。これまでのアルビの指揮官と助っ人頼みのサッカースタイル、そして残留争いとスタイル転換、松橋監督のメリット、デメリットと、3段構成でやっていきたいと思います。それではいきましょう。これまでのアルビの指揮官と助っ人頼みのサッカースタイルということで、またね、ちょっと過去を紐解きながら、アルビレックス新潟とはどういう歴史を歩んできたかということがあっての、まあ、松橋監督の良さ、みたいなところに、ちょっと話を進めていけたらなと思うんですけれども、アルビレックス新潟は1999年に J2 に参入。僕もここからアルビを見始めました。新潟市陸上競技場でね、当時ね、まだ2000人、3000人、4000人ぐらいしか入ってなかったですけど、ね、今やね、もうコンスタント2万人ぐらい入るっていうすごいチームになりましたけどね。J2 オリジナル10と呼ばれているチームの一つと、同期は川崎フロンターレ、FC東京、サガン、鳥栖など、まあ今もね、J1 で活躍してるチームも、元は J2 だったよと。JFL 以前の話は私もできないので、ちょっと J2 初年度以降から振り返ってみたいと思うんですけども、J2 初年度指揮取ったのは長井監督。これ、実は前年の JFL 時代から長井監督でしたよね、確かね。で、サイド攻撃が主体の印象でした。まあ僕の大好きな木澤正則さんだとか、中野圭一郎さんとかね、左右に攻撃参加できるサイドバックがいたことと、まあ、瀬戸春樹選手、リカルド・ヒガ選手など、まあ、技術力の高い選手が、まあ、ボール供給できたことなどから、まあ、そういうサッカーになったと。で、あとは、まあ、中盤でね、秋葉選手がこうタイトにこうプレスに行くとか、まあ、今の現エスパースの秋葉監督ですけどね。うん、で、セルジオ・エチゴの壁っていうね、セルジオ選手がディフェンスで、もう本当にエチゴの壁のように君臨してたりとか、ね、いろいろ、まあ、ナロー選手はどっちか2000年に爆発するんだけどね。そうそうそう、サウロとかいたりとか、結構、いいチームでした。鈴木慎吾選手もいたりとかね、そう。で、その次に指揮を取ったのは反町監督。J のトップチームの指導歴なかったわけですが、まあ本当新任監督って感じ。ですが、新潟を J1 へ導いた監督であると。堅守速攻スタイルを定着させたのはおそらく、まあ、反町監督と言って間違いないと。強力なブラジル人フォワードに点を取らせて、これマルクスとかね。まあしっかり守備を敷くスタイルで、堅実に勝ち点を稼いだわけですが、まあ今のポゼッションサッカーのアルビを見てしまうと、まあ面白みには欠けるスタイルかなと。やっぱ守ってカウンターみたいな風味がちょっと近かったんでね。その次に指揮を取ったのは鈴木淳監督でした。反町監督の傷は守備。まあ守備は本当にね、がっちりだったんですよ。それをベースに攻撃サッカーを展開したと。2008年こそ成績が落ち込んだわけですが、これはエジミンソンが退団した後が、まあ、ダビとアレッサンドの懐かしい、だったことで、まあ、ブラジルガチャ若干失敗したことも一因としてあるわけですが、まあ、長田千代丹田コンビが残ったことで、まあ、守備自体はね、やっぱ守備大事なんだよね、サッカーにおいてね。残留はできたと。で、その次に指揮を取ったのは黒崎監督、でしたね。鈴木淳監督のベースというか、まあ、個人的には、まあ、良くなかったよなと結構思ってる監督のうち、まあ、吉田達磨さん、三浦文武さん時点で言ったら黒崎さんかなと。そのあんま良くなかった順で言うとね、遺産を食い潰した感じで特段式に引いてたものか、まあ、交代策もあんま良くなかったし、っていう風な当時の印象は未だに残ってるので、そして成績もあんま良くない、かったですね。で、2010年をもってマルシオ・リシャルですが退団。2011年に、苦戦した上で、まあ、2012年も選手の補強がうまくいかなかったのも痛かったと。で、チームを上向かせることができずに途中解任と。だこれはね、その田村貢当時の社長の、その緊縮財政策も相まって、なかなかそのね、戦力的なところで、こう、草刈り場になってる割に、その選手の補強が、なんかその後釜が後釜足らないというか、いうふうな状況が続いていたと。で、途中解任。で、まあ、次に指揮取ったのが柳下監督ですね。そのシーズン途中で監督を解任させたのはアルビ史上初だったわけですけれども、まあ、奇跡の残留に導いたと。ブルーノ・ロペスを退場させない代わりに自分が退席したみたいなエピソードもこの辺じゃなかったかな、確か。そして翌年、2013年はハイプレスショートカウンターサッカーが炸裂と、フォワード川又選手のブレイクなどもあって、まあ、後半戦だけで見たら首位の勝ち点を獲得して、新潟旋風を巻き起こすも、まあ、翌年以降草刈り場を免れずにチーム力は低下と。で、次に指揮を取ったのは吉田達磨さんでしたね。柳下監督指揮ハイプレスショートカウンターサッカーからボール保持できるチームの転換を図ろうと招聘したわけですが、まあ、うまくいかずに途中退任と。
まあ、横パスバックパスしかできないっていう風な状況になってしまったと。だから今のアルビのサッカーを多分目指したんだと思うんだけど、まあ、それをうまいこと落とし込めなかったと、うん、その後三浦監督は指揮を取ったが2017年に J2 降格と、まあ、本当に守って守ってカウンターホニ頼みみたいな感じだったわけですけども、まあ、その後も監督は途中退任する状態が続き、2020年にアルベルト監督が就任と、今の新潟スタイルの土台を築いたと、うん、ここからやっぱ潮目が変わりましたよね。そうで残留争いでスタイル転換ということで、新潟のアルベルト監督就任以前のサッカーは百勝一揆とも揶揄されるカウンター主体のサッカーだったと、まあ、これにはやっぱ得点力の高いチート級フォワードの存在が不可欠だったわけですよね。エジ・ミューソンしっかり、ペトロ・ジュニオールしっかり、川俣しっかり、ラファエル・シルバしっかり、だって2009年なんてさ、ペトロ・ジュニオールがガンバに引き抜かれなかったらシーズン通してかなりいい順位いったんじゃないかって思う、いまだに思いますもんね。あの当時のサッカーで面白かったわ、面白かったね。で、まあ、チート級がいた頃は成績も良かったわけですが、大体活躍すると引き抜きに合うと。まあ、実際そのシーズン途中にペトロ・ジュニオール引き抜かれたりとかね。で、翌年の成績が低迷気味になると。だから2010年、2011年、2012年か。2010年はまだマルショいたけど、2011年、2012年って奇跡の残留みたいな話になってしまうわけです。加えてカウンターのチャンス以外の見どころが少ない。そうなんです。その、相手の守備が整ってないぞ、今行けみたいなところはすげえ見どころなんだけど、逆にそのボール持ってるところとか相手が攻撃してるところのその守備の時間が長いとなかなか退屈だったりするわけですね。そして、まあ、これらが社長が就任してから、アルベルト監督が招聘してから、やはり潮目が変わったと。まあ、現在の新潟サッカーの土台がしっかりと築かれ、それを松橋監督が消化しているというのが今ですね。で、まあ、松橋監督の話にようやくできると。で、松橋監督が就任当初は開幕から4戦勝ちなしと、非常に低迷しました。松橋監督も当時の反町監督同様トップチームの地球は初めてだったわけですが、まあ、私も監督ガチャ失敗したかなと思い、解任も早々にあるかなみたいな。まあ、当時ね、そういった動画も出してて、まあ、これも非難に、是か非か論で、いろいろあるんだけれども、まあ、実際これって根拠としてはやっぱ2019年に開幕から9試合で3勝3分け3敗の成績だったけど、片内監督が、まあ、途中解任されたって前例もあったので、そういうふうに思ってたわけですが、まあ、5節の交戦以降は、連敗なしで J2 優勝をつかみ取ったと。まあ、これも、その、開幕4試合はアンカーシステムを置いて、まあ、多分あれが松橋監督の理想的な形なんだろうなとは、今でも、多分いつかやるかもしれないなとも思うんだけれども、やっぱりそのボランチを一人に任して、その、攻撃に枚数を置こうよと。より前に圧力をかけて相手陣内でボールを保持しようみたいなところが多分意図としてあったんじゃないかなと僕は推察しています。だけどそのなんで4戦勝ちなしだったかっていうと、そのアンカーの両脇を結構狙われたりしてて、相手に攻めどころを与えてしまったと。だからそのアンカーの両脇をどうケアするかっていう決まり事が、まあ、当時2022年かな、コロナがあって、そのキャンプ中にコロナが蔓延してですね、満足にそのキャンプを行えなかったというふうな事情もあって、うまいこと落とし込めなかったんじゃないかなと。開幕に間に合わなかったまま、まあそれをちょっとやってみたっていうふうなところがあったんじゃないかなと。だからそのアルベルト監督時代のその2ボランチ体制、ダブルボランチ体制に戻してから成績が安定してきたっていうのは、やっぱりそのアルベルト監督の土台をもとに、その松橋監督のエッセンスをやった方が、まあ、あくまでフォーメーション初期位置ですっていう話もあるので、その方が結果が出たっていうのがあるんじゃないかなというのが僕の分析というか、あの感触というか感じている部分で、全員戦力、目の前の敵が最強の敵というキーワードを多用する通り、ターンオーバーを積極的に活用し、一戦必勝スタイルで試合に臨むマネジメントを得意としていると。松橋監督はいい監督であると、そんな話を某 J 選手 J リーグ選手と話す機会があった時に、その理由聞くことができたので、ここでもね、前もねちょっとね別の動画で触れたんだけど、ちょっと こういう動画だからこそあえてちょっと触れるんですけど、まあその戦術の土台がある監督と、まあそうでなく自由にさせる監督の2種類に分けると、松橋監督はやっぱ土台があるタイプの監督であると、選手によってやりやすさは異なるわけですが、まあおおむねその土台がある監督の方が選手はやりやすいみたいです。その理由を例えば会社の経営に例えると非常に理解しやすかったと。例えば A 社さん、選手任せですと。売上を昨年で2倍にしよう、2倍にしてくれたらもうどうやったっていいよっていう、その自由スタイル、フリースタイルね。で、一方で B 社、戦術の土台ありバージョンっていうのは会社に例えると、じゃあ売上を昨年で2倍にするっていうのは一緒、ね、ゴールは一緒でも、
そのために主力商品の販売数をまず2倍にしてみようとか、じゃあその2倍にするために、そのためには主力商品のターゲットの分析をして、どのエリアを重点に、どの年齢層を重点にするか決めて動こう、そっから先のやり方は任せるの。そのこの年齢層へのアプローチ、このエリアへのアプローチは任せるけど、このエリアを攻めよう、この年齢層を攻めようは会社が決めるよと、土台があるよっていう風な話だ。この A 社と B 社って明確に違うじゃないですか。で、 A 社パターンはじゃあ監督だとして、とにかく試合に勝てればやり方は任せると。要は売上を昨年2倍にしようっていう目標を、試合に勝つということと照らし合わせると、そのゴールをね、照らし合わせると、試合に勝てれば任せるっていう A 社パターン、選手任せパターン、フリースタイルパターンと、選手の土台があるパターン。例えば、じゃあ新潟的に言うと、まあちょっと違うかもしれないけど、ボールを保持しようと、まず。ボールを握った上でサイドでの打開をこうやろう。中央へのスペース作りはこうやろう。そこへの侵入パターンは、こういったことをベースにしてトライしてみようみたいな。そういうふうな、その決まり事っていうのがいくつかある中で、じゃあゴール前まで侵入できた時の判断やアイデアは任せるよと。それで試合に勝とうよと。みたいな、多分そういうふうな違いがあると。松橋監督はどっちかってこっちタイプだと。なので多分選手としてはやりやすいんだろうし、そういう落とし込み方がうまいタイプなんじゃないかというふうな話がありました。なのでサッカーに置き換えるとおそらくこんなイメージなのかなと。確かに自分が選手になったと、まあ想定したらやっぱベースがあった方がやりやすいよねと。いうふうなとこですよね。だからチャンスはたくさん作れてる。今の新潟ってチャンスメイクすごくちゃんとできてて、ゴール前までこう運べてるじゃないですか、ボールを。あとはそのゴール前でどう決めきるかっていうのがどうしても課題だっていうのは、もう選手も監督もみんな言ってるから、あとは本当そこだけ、っていうふうな状況だから、やっぱりやりやすいんじゃないかなというふうに思われると。で、加えて、じゃあその全員戦力的なところでターンオーバーを活用する理由について、これまた、まあ、あの某大学サッカー部のコーチの方に話を聞いたわけですが、スタメンとベンチで明確に区分けするよりも、いつ自分に出番が来るかわからないターンオーバー活用の方が選手的にはチームへの帰属意識が高まると、これが非常に大きいのではと。じゃあ何がどうなのっていう話をすると、まあ、それによってパフォーマンスが上がるそうなんですよね。確かにその普段の練習からどうせ次の試合もサブだしとかベンチ外だしと思って練習するよりも、いやもしかしたら次の試合スタメンかもしれないなと、この前だって急にあのスタメンで呼ばれたしなみたいな、そういうふうな起用法の監督じゃないですか、その松橋監督って。って思って練習する方がやっぱ中身の濃さ変わってくるよねと、その意識が違う。まあ、ただ1サポ目線で思うところは、確かにチームの底上げにもなるし、選手全員で目標に迎える組織にしているマネジメントだと理解はできるわけですが、やっぱり常にベストメンバーでもうこれが最強の布陣だみたいな、で望んでる試合も見てみたいとも思ったりするわけですよね。だからこれはね、やっぱどうしてもトレードオフになるし、僕もね、あの勉強しました。なるほどなと思いました。毎回その主力がスタメンだと怪我や離脱時チーム力がガクンと落ちるリスクもあるので、おそらく今の松橋監督の進め方の方が合理的、より合理的なんだと思いますが、まあ、そこのもどかしさは、まあ、サポ的には、まあ、僕のね1サポ目線で言うと若干あると。まあ、しかしながら、まあ、やっぱ2023年シーズンを通して選手全体の質が上がってるのも事実。やっぱ例えばなんだろう、ボランチで言ったらすごいあの分かりやすくて、やっぱこう島田市場主義から、やっぱ秋山星が台頭して、なんなら秋山星ダブルボランチでも全然 J1 でやれるレベルになってるじゃないですか。だからそういうふうなところを見ると、やっぱその松橋監督のやり方の方が理にかなってたんだなっていうふうに僕は学びました。で、2024年シーズンは主力の引き止めに成功し、ある程度ね。で、タクラムの10番を複数回に大野長谷川と。この動画制作時点での編成でも順調な感触を感じていると。松橋監督もコメントで、その、続投コメントで、新潟の未来につないでいくためとおっしゃってましたので、順調にチームとしてのベースを強固なものにさせているという意味では、歴代のアルビの監督の中でも、現在進行形の成績だけじゃなくて、将来のアルビも盤石なものにしてくれる期待感があるという意味では、歴代最高の監督なのではないかと、感じてますが、視聴者の皆さんはいかがお感じでしょうかということで、ぜひコメントいただきたいと。やっぱりね、反町監督は、まあ、山鹿の時にめっちゃ言われてたけど、その後任のことをあんま考えない方、まあ、柳下監督の後も手こずったじゃないですか。で、アルベルト監督はその現在進行形の成績があんま良くなかったけど、未来には繋いだ。だからその2頭追うものは1頭も得ずっていうわけじゃないけど、どっちかしかできない、どっちもできないが主だったんだけど、今の松橋監督はどっちもできつつあるじゃないですか。だからそう考えると、まあ一番いい監督なんじゃないかなというふうに、僕はもう毎回ぜかひかぜぜひひで
話をするから、悪い時はなんで悪いか、いい時はなんでいいかって話をしようと思っていて、まあ、今僕はねやっぱり松橋監督も次もう22、23、24で3シーズン目ですか、なのでその3シーズン目はかなり勝負の3年目みたいな、勝手にこうねそういう風な枠組み作っちゃうのもどうかなと思いますけど、やっぱりちょっと3年目より楽しみかなという風に思ってますので、なんかこういう風に一回動画でねまとめてみたいなと思いまして作ってみました。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録と高評価、そしてコメントお待ちしております。いいねは既読の印ということで、コメントするのはちょっとなみたいな方もしかしたらいるかもしれませんので、いいねだけでもグッドボタンだけでも押して帰ってください。動画制作の、僕のモチベーションに非常に好影響をもたらします。いつもね、見ていただいている皆さんのおかげで僕はね、動画制作できてますが、そういったね、反応があるとよりやる気が上がりますので、こう、監督のマネジメント術じゃないけど、視聴者の皆さんのこう、動画配信者へのマネジメント術じゃないけど、ぜひね、何卒、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。